どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マイルが溜まるクレカ積み立てまとめ改訂版ということで、動画でやっていきたいなと思います。 ということで、先日ね、SBI 証券が発表がありまして、またね、セゾンの方もね、発表があったんですよね。まあ、ここら辺を踏まえて、これからね、クレカ積み立てでマイルを貯めていきたいっていう方はですね、ま、どこら辺をね、利用していくのがね、おすすめなのかっていうのをですね、私の方でまとめさせていただきましたので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらがね、先日発表があった SBI 証券のクレカ積み立てね、10万円に引き上げる、またね、 10月1日い付け分まではですね、今まで通り10万円に引き上げてポイント還元率も同じでね、利用することができるっていうふうになりますんで、全部で6回で3万ポイントね、三井住友プラチナプリファードね、利用されている方は取れるっていうふうになりますんで、 これはね、えー、確実に、えー、取っといていただきたいなと思います。で、今後ね、どういった感じでね、証券会社選んでいけばいいのかっていうところなんですけども、えー、こちら、大和証券コネクトですね。大和証券コネクトは、セゾンカードデジタル。こちらね、年会費無料のクレジットカードで、えー、10万円までね、えー、積み立てすることができます。で、こちらね、えー、月間のね、積み立て金額によって、この還元率がね、変動っていうふうになっておりまして、まあ、最大でね、まあ、5万円から10万円積み立ていただくと、えー、0.5%還元で、 永久不滅ポイントがもらえるっていう風になります。まあ、こちらね、積み立て金額により変動するっていう風になりますんで、まあ、0.5%だったら、まあ、下の表とね、同じになりますんで、まあ、こちらね、見といていただければなと思います。で、またね、セゾンゴールドカードとセゾンゴールドプレミアム、先日動画にさせていただきましたけれども、こちらのカードも、えー、利用することができるんですよね。で、もう一個セゾンゴールドプレミアムも利用することができて、この話はですね、私の動画で話すの多分初めてだと思うんですよね。というのも、 こちら、これですね、3月18日にね、こちら発表されましてえ、ゴールドカードのね、ポイント還元率引き上げられたんですよね。10枚までね、引き上げも発表されておりまして、今までですね、このゴールドカードってすごい微妙で、0.5%還元が、まあ、金額によってね、切り替わるっていう風になってたわけなんですけども、まあ、この前の発表でね、0.5%一律で利用することができるっていう風になりまして、 先ほど言ったセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードだったり、セゾンゴールドプレミアム、どちらもね、インビテーションでこちら無料で維持することができて、こちらはね、今、キャンペーンやってるね、初年度年会費無料のね、クレジットカードまたね、プライティパスタがプラス1枚1000円で発行することができますんで、まあ、このカードでね、0.5%還元で、まあ、10枚もね、利用することができるっていう風になりますんで、このカード持ってる人ね、非常に今回ね、発行した方多いと思いますので、このカードで積み立てるっていうのもね、悪くはないのではないか かなと思いますで、このね、対象のゴールドカードね、他にもね、セゾンのゴールドカードって、すごいたくさんありますので、まあ、気になる方はね、こちらのページも概要欄に載せておきますんで、えー、チェックしていただければなぁと思うんですけども、このカードもね、えー、0.5%還元で一律ね、利用することができるっていうふうになりますし、まあ、持ってる人が多いっていうのと、まあ、プライティパーパスが解約にならない場合はですね、皆さんね、多分、マイラーの人は保有し続ける方多いのではないのかなぁなんていうふうに思いますので、 まあ、こちらでもね、結構いいのではないのかなと思います。またね、年会費無料でね、利用することができて0.5%還元。で、いいポイントはね、永久不滅ポイントっていう風になりますんで、ANA マイル、JAL マイルもね、交換することができますよね。これも結構いいポイントだなと、 思います。で、まあ、ANA 周りにね、交換するのはね、みずほマイレージクラブカード ANA。こちらがないとね、70%では交換できないんですけども、まあ、どっちらにもね、振ることができるっていうふうになりますし、フライティパスね、あのー、解約にならない限りね、皆さんしばらくの間保有し続けるのではないかと思いますので、まあ、このカードでも良さそうですよね。で、この年会費の差し引きなんですけども、一応ね、 セゾンゴールドプレミアムね、あの、インビもらわないと普通に1万1000かかるクレジットカードっていうふうになりますんで、まあ一応ここね、記載させていただきましたけども、普通にね、あの、先日の動画で発行した方はね、こちら無料で発行することができていると思いますし、年1回使えばですね、えー、0円で維持することができるっていうふうになりますんで、まあこれね、あの、丸々0.5%、6000円分のね、ポイントずっともらえるっていうふうになりますんで、すいません、ここ6000円じゃないですね。0.5%で、ここは3000ですね。失礼しました。 ジャルマイルなんで半分ですね。失礼しました。 はい、こういった感じになりますんで、まあ、このカードも結構いいですよね。で、次に、セゾンプラチナ、プラチナビジネスですね。こちらもね、結構いいなと思っておりまして、まずねえ、セゾンプラチナ、プラチナビジネスね、どちらもね、ジャルマイルを貯めるメインカードにもね、なり得るクレジットカードで、まあ、セゾンプラチナだと、セゾンマイルクラブが無料で、セゾンプラチナビジネスだと、初年度の年会費が無料で利用することができるっていうふうになりますんで、今、セゾンプラチナビジネスね、持ってる方には、プラチナのね、インビテーション来てて、えプラチナの年 会費永年無料みたいなねまあ、そんなキャンペーンも来ているみたいなので、来ている方はですね、それでね、セゾンプラチナを無料にして、プラチナビジネスだけの年会費を払ってね、維持するみたいな、まあ、そういった感じでもいいのではないのかなと思います。JAL マイルの還元率が1.125%還元。またね、プライティパスもね、ついてくるっていうふうになりますんでね、プレステージ。ですんで、まあ、このカードでやるっていうのも結構いいと思います。で 十円まで引き上げされておりまして、で、還元率は利用金額に関係なくね。一パーセント、一律一パーセント還元という風になりますので、これもいいですよね。で、またね、十枚引き上げられてますので、月間千円分のポイント、一年間で一万二千分のポイントがもらえるという風になりますので、まあ、ジャルマイルをメインに、ね、貯めている方で、こちらのカードで、ね、利用されている方は、まあ、差し引きね、一万円で利用することが、ね、できるという風になりますので、まあ、これはね、全然いいんじゃないかなと思います。プライベート。 プライティパス代だと考えればね、まあ、全然あの同じぐらいにねあの金額になるっていうふうになりますんでセゾンプラチナプラチナビジネスでもねマイラーの方からするとねプライティパスもありますし JAL マイル貯めるメインカードにもなりますんで このカードはは結構良さそそうでですよねれまあ楽天証券の場合はですねまあこちらは前回ねやって内容的にはね同じになるわけなんですけども一般カードであれば10万円まで引き上げられて0.5%還元で楽天ポイントが貯まって月間500 で、年間6000ポイントが貯まりまりすでこちらはね、年会費無料のクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、差し引きするとね、6000丸々もらえるっていう風になります。で、ANA マイルにもね、JAL マイルにも半分で交換することができるっていう風になりますんで、楽天カードも結構いいですよね。ですけども、今なんかね、ANA マイルにずっとポイント交換ね、止まってるみたいなので、ま廃、あ、止にはならないと思うんですけども、ちょっと心配ですよね。 で、ゴールドカードとえプレミアムカード、一般カードありますけれども、実はね、ゴールドカードが一番お得っていう風になるんですよね。年間のね、獲得ポイントが9000ポイントっていう風になりまして、こちら2200円ね、年会費かかるわけなんですけども、まあ、年会費ね、引いていただいても年間6800ポイントがねえ、もらえるっていう風になりますんで、 これ計算間違ってんだすいませんね。こういった形になります。まあ、この年会費のね、差し引いてもですね、ゴールドカードがね、一番お得になるっていうふうになりますんで、ゴールドカードね、今持っていて、もう買えるのとかめんどくさいっていう方は、楽天ゴールドカードでね、10万円利用していただいても0.75%還元で、年会費差し引いても6,800円分のポイントをもらえて、3,400JAL マイル、ANA マイルに交換することができるっていうふうになりますんで、これでもいいですね。で、楽天プレミアムカードはね、ちょっと とまあ1%還元でできるわけなんですけども、やはりね、年会費がね、1万1000かかるっていうふうになりますんで、ここをどう取るかですよね。 ですので、年会費差し引くとですね、まあ、1000円しかね、プラスにならないっていうふうになりますんで、そうなるとね、ちょっと残念ではありますよね。まあ、もらったポイントをね、まあ、年会費差し引き考えないで、マイルに交換するって考えるとですね、まあ、6000マイルね、もらえるっていうふうになりますんで、まあ、これでもいいのかなっていう部分はちょっとありますけども、まあ、プライティパスがね、これで無制限がね、2025年以降も続けばね、これめちゃくちゃいいじゃんって感じになるわけなんですけども、まあ、2025年からですね、年間5回まで,で 減りますもんね。それがちょっとね、微妙なところですよね。で、次にですね、楽天証券の場合はですね、クレジットカードで10万円積み立てることができて、またね、楽天キャッシュで積み立てることができますよね。私もね、こちら利用させていただいておりまして、この楽天キャッシュはね、アメックスから経由してね、購入することができて、5万円まで利用することができます。でこちらね、最大1.5%還元で書かせていただきましたけども、 こちらはですね、まあ、ルートを組んでいただくとね、これは ANA Visa Master JCB のルートなんですけども、まあ、これだとね1%還元。JCB はね、0.6しか取れないんですけども、これだと1.5%還元。JCB だと1.1%還元で楽天キャッシュまでね、行、えー、けば、えー、こういった感じで投資イン購入することができるっていう風になりますんで、これだと1.5%。 1 5還元ですね。まあ、こちらのアメックスの経由もね、ここで0.5は取れて、ここで1%取れるっていうふうになりますので、1.5%還元で投資新託ね、購入することができます。このルートは iPhone じゃないと利用することができないっていうのと、近くにミニストップがないとですね、ここ1%取れませんので、まあ、セブンイレブンでもね、ルートは通ってるんですけども、還元率で0.5%まで下がりますんで、まあ、この点だけ注意が必要っていうところですかね。 で、あともう一個ね。こちらは Android と iPhone。この前ね。 こちら、えー、実際にね、あの、バンドルカードの方でやらせていただきましたけれども、まあ、このね、a u ペイプリペイドから a n a ペイで、AN、a n a ペイから楽天 ad、楽天 ad からキャッシュ。この前ね、ここ、えー、バンドルカードでね、実際にやりましたけれども、これだと0.5,0.5取れるっていうふうになりますんで、1%で楽天キャッシュで積み立てることができるっていうふうになります。アメックスのクレジットカードの決済使用されている方は、基本的にね、このルートをね、できるだけ利用した方がですね、 ヒルトアメクスプレミアムカードとかね、年間200使えばダイヤモンドになりますし、年間400でプラチナとかね、いろいろ特典がございますので、こういったね、決済主義を控えている方は、こちらで利用していただくのはね、非常にいいのではないのかなと。 思います。ま、あ還元率はですね、ちょっとカードによるのと、獲得ポイントもね、カードによってしまいますので、例でね、えー、記載はさせていただきましたけれども、ま、あこのね、楽天証券のですね、この楽天キャッシュが使えるっていうのはね、本当にいいですよね。ですので、まあ、私、個人的なんですね、この楽天キャッシュ、アメックスの決済使用している方は、ここはね、確実にやった方がいいと思います。 で、次ですね、マネックス証券のマネックスカードである、えー、クリカツミタですね。こちらも、えー、10万円まで、ね、引き上げされまして、こちらも前回ね、話させていただきましたけども、こちらね、5万円まではね、1.1%還元なんですよね。ですので、この楽天キャッシュはね、ちょっと1.5%とか出しちゃうんで、これはちょっと凄す,すぎるんですけども、このね、マネックス証券はですね、5万円まではですね、1.1%なんですよね。これ非常に高い還元率っていうふうになっておりますんで、 マネックス証券のマネックスカードのクレカ積み立で、こちらもね、結構おすすめです。で、5万円以上やるとね、あの0.6になったり、10万円いくと0.2とかになってしまいますので、まあ基本的に5万円までしかやらないよっていう方は、マネックス証券でマネックスカード発行していただいて、クレカ積み立でね、やっていただくっていうのがおすすめっていうふうになります。もちろんね、5万円までしかね、1.1%維持できないっていうふうになりますんで、ちょっとね、10万円やるのはね、 やりたくないなっていう方は、こちらはね、非常におすすめです。で、このマネックスポイントもですね、マイルのね、交換できるっていう風になっておりますんで、まあ、ルート組んでいただければね、ANA マイルは70%、JAL マイルには50%で交換することができるっていう風になりますんで、5万円までね、利用されたいっていう方は、このマネックス証券のマネックスカードはね、 おすすめっていうふうになります。で、このマネックスカードはですね、サイトに案件が出ておりまして、マネックス証券ですね。マネックスカードは確かなかったと思うんですよね。 こちらね、あの、新規口座開設と、えー、取引でね、1万円分のポイントをもらえるっていう風になりますんで、こちらね、もしこれからマネックス証券でクレカ積み立てしたいっていう方は、こちらね、取りこぼさずに利用していただければなと思います。概要欄にね、リンク貼っておきますんで、そちらからね、利用してください。それでは次に au 株コム証券ですね。これからね、クレカ積み立てを始めたいっていう方で、もう10万円突っ込むっていう方は、 このね、au 株コム証券で au カードでね、利用していただくのが非常におすすめです。こちらね、aupay カードなんですけども、年会費無料なんですよね。 で年会費無料で、しかも10万円まで引き上げもあって、しかもね、10万円まで1%還元なんですよね。しかもたまるポイントはポンタポイントっていうふうになりますんで、え月ね、1000ポイント取れて年間1万2000ポイント取れるっていうふうになりますし、年会費無料の aupay カードでもこちらはね、利用することができるっていうふうになりますんで、毎月10万円ね、積み立っていただければね、年間6000万ジャルマイルね、獲得することができるっていうふうになりますんで、 これは非常にいいですよね。これからね、クレカ積ミタで始めたいっていう方 au 株コム証券で10万円いく方はね、えー、こちらがおすすめっていう風になります。今ね、ポイントサイトに案件が出ておりまして、aupay カードはね、ちょっと1400円ということで、ちょっとね、ポイント少ないんですけども、こちらと、あとね、au 株コム証券、こちら9500円で、ね、取れるっていう風になりますんで、まあ両方でね、1万円ちょっとぐらいね、ポイント取れるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらもこれから利用する方はですね、10万円まで 1> 1しかも条件なしで利用することができるっていうふうになりますんで非常にいいですよね。 それでは次にですね、SBI 証券ですね。先日ね、動画で話した内容をちょっとね、表にまとめさせていただきました。まあ、こちらね、三井住友カードに関しては、一般カードね、年会費無料の一般カードに関しては、前年利用が、初年度はね、条件ないんですけれども、2年目以降はですね、こちら条件が入りまして、前年10万円使わないと 0. 5、0.5%がね、もらえないっていうふうになりますんで、前年ね、確実に10万円使う必要があるんですよね。 で、10万円使えば 0. 5、0.5%還元ねクレカ積み立て取れるっていう風になりまして、10万円、ね、使っていただいて、10万円積み立てで毎月していただくと、月で500ポイント、年間6000ポイントが獲得することができて、まあ、こちらね、年会費無料のクレジットカードですので、年間ね、6000ポイントが、丸々ね、もらえるっていう風に、 なります年会費無料で0.5%還元っていう風になりますんで、まあ先ほどね、aupay カードは年会費無料で10万円で1%還元条件なしで取れるっていう風になりますんで、そうなるとね、これから始めるっていう方は、うん、aupay カードでね、うん、au 株込証券でやった方がまあいいのかなっていう感じですよね。まあ今ね、もう現時点で始めてるっていう方はね、 ま、この前年度の利用をね、あの忘れずに利用していただいて、まあ、0.5%還元でやるか買えるかっていうのをね、ちょっと悩む分だと思うんですけども、まあ、こちらね、こういった形になるんですよね。まあ、年間6000ね、そのままもらえるっていうふうになりますんで、えネね、マイル、ジャルバイルにね、交換することができるっていうふうになります。で、次にね、ゴールドカードですね。いや、先日ね、本当に申し訳ないことにですね、私ね、このナンバーレスのゴールドって持ってなくて、100枚収容とかもね、他のね、あの、アメックスの決済収容 やってた部分もございまして、持ってないんですよね。はい、持ってないので。 私ね、このナンバーレスのゴールド持ってるっていう人は、あの、100万円使うとね、1パーもらえるじゃないですか。ですので、皆さんね、100万円利用される方はね、ほとんどだと思ったんですけども、そんなことはね、全然なかったみたいで、結構ね、全然使わないですっていう方はね、多くて、えー、申し訳ないですね。前回の動画で話した時はもうね、年間100万使うからいいじゃんみたいな感じで、ね、話してしまったんですけどもえ、そんなことはないっていうところで、いや、本当にね、申し訳ない限りですね。ですので、このの ナンバーレスのゴールドね。まあ年会費一応入れましたけども、こちらね、あの年会費無料にも維持することができるっていうふうになりますんで、まあ皆さん狙っていくのはね、やはりこっちになるのかなっていうところですね。今ね、ナンバーレスのゴールドで利用されている方は、まあ前年ね、10万円使っていただいて0.75%を取っていただく。 年間で9000ポイント取れるっていう風になりますし、まあ、100万円修行終わってる方はね、年間費かかりませんので、まあ、9000ね、丸々取れるっていう風になりますので、これでね、交換していただくとね、6300もしくは4500前にね、交換することができるっていう風になりますんで、まあこちらをね、狙っていく方がほとんどになるっていう感じなんですかね。はい、10万円、100万円ね、あの利用できるっていう方はね、まあ1%還元でね、 年間1万2000ポイント取れるっていうふうになりますんで、まあこれもね、年会費無料になっていればですね、そのままね、もらえますし、年間ね、100万円使えばプラス1%パーね、されるっていうふうになりますんで、まあこことここをね、あの、狙う方はね、ほとんどになるかなと思うんですけども、まあこっちの方がね、あの、断然多そうですので、 このね、10万円利用するっていうのはね、一般カードもそうですけども、あの、忘れないようにね、していただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、バンドルカードもね、先日紹介させていただきましたけども、まあ、バンドルカードに10万円チャージすればいいだけなんですけども、まあ、それをね、忘れてしまうとね、ゼロになってしまうっていうふうになりますんで、まあ、ゼロになったらね、本当に何にももらえないっていうふうになりますんで、まあ、この点だけはね、注意していただきたいなっていうところですかね。 それでは次にプラチナプリファードですね。まあこちらはですね、やはりね、年間500万円以上で3%還元っていう風になりまして、しかもこの金額はね、500万円以上利用して、さらにね、10万円積み立てて、このパーセンテージっていう風になりますんで、ここにはね、500万円って記載させていただきましたけども、10万円毎月積み立ててますんでね、500万円プラス120万円ということで、まあ620万ぐらいね、使わなきゃいけないっていう風になりますんで、 結構ハードルは高いですよね。まあそれでまあ3%還元でね、年会費、えー、以上のね、ポイントがもらえるっていうふうになりますんで、まあ年会費はね、まかなる部分はございますけども、やはりね、プラチナプリファードはね、結構厳しいですよね。で、今回ね、このプラチナプリファードがね、こういった感じで発表になってね、まあ解約されるっていう方がね、非常に多いと思うんですよね。ですけども、 とりあえずね、ポイントが取れるうちはですね、5%還元で10万ね、やっていただいて、ぜひね、そちらのポイントは取ってね、いただきたいなと思います。で、ちょっとね、ツイッターで教えてもらったんですけども、こちらプラチナプリファードの V パスのね、解約画面なんですけども、こちら解約画面まで行くと、ゴールドカードに切り替えると、永年無料のバナーがね、出ているっていう風になるんですよね。 こちらのプラチナプリファードでもね、年会費無料になる可能性がありますよ、次年度のね。まあそういう話を2回前ぐらいのね、細かい話でしたと思うんですよね。まあこういったのが、あの、三井住友カードであって、今ね、プラチナプリファードからゴールドに切り替えるとね、年会費無料で利用することができますよっていうバナーが出る方がいらっしゃるみたいなんですよね。 ま、今すぐ解約する方はね、そんなに多くないかもしれないんですけども、もしね、今すぐもう解約したいっていう方で、ゴールドね、持ってない方に関しては、こちらね、あの、年会費無料で発行することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、あの、V パスアプリで、あの、大会する際にですね、このバナーが出てないかね、ぜひね、チェックしていただきたいなと思います。私ね、これ非常に羨ましいんですけども、私はね、プラチナプリファードなんですけども、 オリーブなんでね、多分ね、こういったのはないと思うんですけども、このプラチナプリファードの方ね、持っている方はぜひね、あの、解約する前にね、こちら出てないか、チェックね、していただければなと思います。はい、こういったところですかね。まあ、基本的には、やはり SBI 証券の場合は、まあ、おすすめできるっていうのは、やはりこ、こっちか、こっちかっていうところを皆さん狙う方がね、多いのかなっていうところですね。まあ、もちろんね、年会費無料のね、 ナン何スでね。今までやっているっていう方はそのままね、利用していただくのもね、いいなと思うんですけども、まあこれからやる方はですね、まあ au 株コム証券ね、10万円で1%ね、取れるっていうふうになりますんで、まあ au 株コム証券、<laughs> aupay カードでね、利用していただくっていうのも、 非常にいいのではないのかなと思います。もしね、プライティパスとかね、まあそういったものでね、決めたいっていう方は、やはりね、セゾンゴールドカードを、ね、今ね、年会費無料で発行することができて、こちらでもね、0.5%還元10万円までね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあセゾンゴールドカードであったり、セゾンプラチナ、プラチナビジネスとかね、まあここら辺で利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。まあクレジットカードをね、増やすのめんどくさいっていう方は、ここら辺がね、いいですよね。 はい。ということで、今回ですね、マイルが貯まる、クレカ積み立てですね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、これからね、発行される方はですね、ぜひね、参考にしてみていただければなと思います。まあ、クレジットカードにですね、やはりマイラの方は、プライオリティパスとかね、まあ、二位特典で利用されている方ね、結構多いかななんていう風に思いますので、これをね、考慮するかどうかっていうのはですね、結構人によってね、分かれるかななんていう風に思うわけなんですけども、まあ、セゾンゴールドね、セゾンプラチナ、ここらはね、結構いいのではないのかな ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイド診断やっておりますので、ぜひね、こちら無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。